はい、こんにちは。週刊中年ジャンプの編集長、ストーンです。ということで、今回はですね、お金の勉強についてということで、ちょっとお話ししていきたいなと思います。はい。まずですね、お金の勉強というとですね、まあ、税金に詳しくなるとか、あとはまあ、投資ですね、これを勉強するとか、あとはまあお金の稼ぎ方を勉強するとかね、こういう勉強っていろいろあると思うんですね。まあ、節約の方法なんてもそうかもしれないですよね。はい。で、まあ、今回はですね、貯金についてのお話、貯金のお話ということなんですね。これについてお話ししていきたいと思います。はい。まあ、昨今ですね、貯金っていうのをね、消しされることも多々あるんですけれども、まあ、普通の人はですね、貯金をした方がいいよというような、内容になっております。はい。でですね、まあ、貯金っていうのはですね、いろんな形があると思うんですね。普通に貯金箱にこうお金貯めていくっていうのもありますし、預金通帳にね、銀行に積むっていうこともありますし、あとは、まあね、投資の利回りを貯めていくとかね、年金とか、まあ、保険なんてのもありますよね。これもまあ、お金を貯めていくっていうことになるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、保険っていうのはですね、予定より早く死んじゃった時にですね、その時に今助けになるっていうような形なんですかね。で、年金はですね、それに対して年金は、まあ、長生きしちゃった時っておかしいですけども、まあ、予定よりもというかね、いつまでできるかってわかんないんですけども、まあ、80ぐらいかなと思ったら、まあ、100ぐらいまでいっちゃったとかね、そうなった時に、まあ、働けませんからね、そういった時の助けとして、まあ、年金、まあ、長生き保険みたいなもんですよね。こういうのが年金かなと思います。はい。で、まあ、普通の人は貯金が必要ということですね。先ほども申しましたけれども、それについてですね、ちょっと詳しくお話をしていきたいと思います。まずですね、老後っていうのは必ず来るんですね。来ちゃうんですね。どうしても。まあ、一般的にはまあ、60歳ぐらいなのかなってところですかね。まあ、65とか60、まあ、60としましょう。60歳から、まあ、80歳で亡くなったとした場合ですね。まあ、20年間あるわけなんですけども、ここでですね、年間、まあ、200万ぐらいですね。200万使うとしたら、200万必要だということになった場合ですね、20年間で約4000万円ですね、必要になってくるということですね。これ何かと言いますと、60歳までに4000万円の貯金にまあ、こう、区切りというか、目処をつけなきゃいけないということなんですね。これにはですね、やはり貯金、お金を貯めるスキルというのが、まあ、必要になってくるということなんですね。はい。で、この4000万というのはですね、現金で全部揃えなきゃいけないということではなくてですね、まあ、先ほどちょっと出てきた年金というのがありますので、この4000万円の一部を年金というふうに言い換えることもできるということですね。で、この年金なんですけども、これについてですね、これ2つのモデルがありますので、まあ、ちょっとこちらもですね、ご説明していきたいと思います。まず1つ目ですね。これ1つ目が、基礎年金ということですね。こちらはですね、まあ、年間で60万円から80万円もらえるということですね。まあ、振り込んだ、払ってた分を年金としてこう受け取ることができるというのは年間、まあ、60万から80万くらいですね。まあ、これ1つのケースなんですけども、これはですね、月額に考えると、月額だと、まあ、5、6万なんですね。5万から6万。なので、まあ、大体家賃で消えちゃうかなと。家賃ぐらいかなと。逆に言うと家賃はこれで助かるかなというところですね。で、まあ、家賃以外の、まあ、食費とかですね、生活費、こちらは、まあ、貯金によって賄っていくっていうパターンですね。こうなります。はい。で、もう一つはですね、もう一つ二つ目の方ですね。こちらはですね、厚生年金というのがありますね。サラリーマンの方が厚生年金ですね。で、こちらはですね、加入するには社員である必要があるわけなんですね。会社の社員、会社員でやるということが必要になります。で、まあ、会社勤めてないよっていう方もですね、まあ、ご自分で会社立ち上げてですね、自分で雇ってもらうと。まあ、自分の会社に雇ってもらうということですね。で、社員になるというのも、そういうのもあるよということですね。はい。で、こちらはですね、どのくらいもらえるかというと、随分違いまして、180万から200万円、年間ですね、こういう金額になってくるということなんですね。で、これ、月額に直しますと、14万から16万ぐらいですね。はい。もらえると。随分ね、助かってきますよね、そうなると。で、これはですね、まあ、今想定の中でなので、まあ、今の時点でということですね、まあ、変動する可能性というのは非常に高いと。まあ、なんですけど、まあ、目安にはなってくるかなということですね。これ、ちょっと前にですね、厚生年金のお金をこう基礎年金の方に流してくれないこともあったんで、まあ、そんなことしちゃうとですね、もうこのプランというのは、このプランというか、もう年金自体がおかしくなっちゃうんですけども、まあ、そんなこともあったりするんで、先のことは分かんないんですけども、まあ、一つの目安として、ね、まあ、考えてます。はい、で、今、まあ、4000万こうやって、作っていこうというお話をしたんですけども、ここでですね、まあ、人生において必要な三大出費というのが、まあ、よく言われてるんですけども、ありますよということなんですね。で、これについてですね、ちょっと一つずつ整理していこうかなと思います。はい、三大出費、人生における三大出費ご存知ですかね。まあ、一つ目がですね、一つ目、教育費ですね、教育費。こちらはですね、教育っていうとなんか子供だけの話になってくると思うんですけども、まあ、うちは子供いないしっていう方もいらっしゃると思います。結婚して家庭がないから、まあ、そこについては助かったなって方いらっしゃると思うんですけど、そうではないんですね。その辺のことについてもちょっと深掘りしていきたいと思います。まずですね、教育費について、こちらの、まあ、子供が生まれて0歳で生まれてきますよね。で、まあ、5年後にはですね、必ず小学校に行くんですね。そうすると、公立の小学校で年間32万ほどかかってくるということですね。で、私立ですと、大体160万円ぐらいかかるんじゃないかなっていう想定になってますね。はい。で、これだけではなくて、子供がですね、まあ、お小遣いとか、まあ、塾に行ったりとかですね、課外活動ありますよね。まあ、友達となんかクラブに入るとかですね、あると思います。まあ、こういったものもあるんで、まあ、公立だとしてもですね、32万では足りないのかなというようなことですね。で、時が経って18年後になれば、やっぱり大学にも行くとかですね、専門学校だという話も出てくるのかなという感じですね。はい。これが、まあ、子供に対する教育費ということですね。で、先ほどですね、うち子供いないからっていうお話をしたんですけども、こちらの方々もですね、自己育成っていうのが必要になってくるわけですね。大体まあ30代とか40代になってですね、どんな自己育成をしていくかによって、まあ、随分人生変わってくるということなんですね。まあ、この自己育成ってどんなものかって言いますと、まあ、通信教育とかね、通信講座っていうんですかね、ユーキャンとかありますよね。ああいったものとか、お金のことでしたら、ファイナンシャルプランナーとちょっと契約してみるとかですね、いろいろ教えてもらうとか、あとはビジネスセミナーとかですね、そういったものに入ってみてですね、稼ぐことの勉強していくとか、いろいろありますね。投資の勉強とかあります。あとはオンラインサロンとか今ね、入ってますよね。こういったものに入って、まあ、勉強していくということなんですね。はい。で、これはですね、まあ、自分一人の経験ではですね、まあ、突破できないことっていうのはかなり多々あるんですよね。はい。ですので、まあ、これに気づいてですね、まあ、自分に投資するということが必要になってくるかなと思います。まあ、これは大体年間、そうですね、50万から100万とかかけれると、まあ、理想なのかなと思います。まあ、お金は結構ね、かかるんですけれども、その分ですね、やっぱりですね、自分を育成していくっていうのは、それだけが重要かなと思います。でですね、まあ、そんなにお金かけなくても、今ね、仕事も多忙だし、その仕事もですね、まあ、複雑な仕事をしてたりいろいろあると思うんですね。で、そこで、すごく教育できてるよとかですね、揉まれて成長してるよって方もいらっしゃるんですけども、まあ、それだけではですね、やっぱり不十分なんですよね。まあ、なんでかって言いますと、みんなやってますからね、そういうのは。なので、どうしてもね、自分のことだけになっちゃうと、やっぱり、かなりね、僕は営業成績もいいし、いろんなことが分かってきたとなるんですけど、みんな大体同じような経験をするということなんで、差がつかないということなんですね。なので、プラスアルファでですね、どれだけ、まあ、時間とお金がかけられるかなというところでですね、他の方と差ができるということになってくるんですよね。そこが問題になってくるのかなとですね。こういうことはですね、本当に今日の時点ではですね、なかなか見えてこないんですけども、比べてもなかなか他人とは分からない部分が出るんですけども、5年10年した時ですね、これがまた二極化という形で現れるということなんですね。
そういうことによって、付き合う人との、人のつながりもですね、やっぱり変わってくるということなんですね。なので、まあ、先ほどからお話ししている通りですね、子供とか家庭がないからとかですね、その教育費については、うちは楽だなとか、そういうことではないということですね。どなたにも教育費っていうのは必要になってくるというお話です。はい。ですね、今の教育費、一つ目ですね、あります。で、二つ目ですね、これ、二つ目が住居費ですね。住居費、住む家ですね。今回はですね、持ち家というよりも、賃貸のモデルでですね、賃貸モデルで計算をしてみようと思いました。まあ、持ち家もですね、賃貸も、総額的にはほとんど変わらないと言われてるんですけども、まあ、持ち家は若干ですね、修繕費とか、あと税金ですよね。まあ、ね、家賃の中にも税金払ってるんですけども、実際に持ち家になってくると、固定資産税とかね、いろんな税金かかってきますんで、そういったものもプラスアルファすると、少し今、持ち家の方がお金がかかってくるのかなというふうなイメージはあるんですが、まあ、今回、賃貸モデルということで計算してみますと、まあ、大体ですね、6万円の家賃と想定した場合、家賃なんで1ヶ月ですよね、毎月6万円かかるとしてですね、年間だと72万かかります。で、10年間だと720万ですよね。はい。で、これ40年にすると、まあ、大体3000万弱、まあ、大体3000万と見ていただければと思います。はい。なのでね、まあ、大体3000万で家を買ったと、ローンを組んで家を買った場合とほぼ同じになるんですが、まあ、買った場合はですね、所有した場合は、まあ、土地はね、残りますから、建物はまあね、40年経っちゃうと、ちょっとどうかなと思うんですが、まあ、その辺の違いかなというところですね。まあ、今回は賃貸モデルということですね。まあ、大体3、4000万かかってくるということなんですね。はい。ということでですね、これが住居費、二つ目の住居費でしたね。で、三つ目ですね、三つ目。これは老後の資金ということですね。一つ目が教育費、二つ目が住居費、で、三つ目が老後の資金ということですね。はい。こちらがですね、まあ、老後、まあ、60から65ですね。まあ、65歳からとしましょうか。65歳から80歳まで生きたとしてですね、まあ、15年間で考えると、年間でね、必要な消費金額、これがですね、240万。月額にすると、まあ、20万円ってことですね。まあ、20万ぐらい必要ですよね。20万。ということで、65歳までにですね、年間240万かける20万なんで、3600万円ですね。15年間、65歳から80歳までの15年間で、3600万から4000万が、貯金が必要かなというところですね、資金ですね。あります。まあ、これだけの金額をですね、どうするかっていうことになってくるんですけれども、まあ、預金の計画としてはですね、30代から考えていくというのがいいのかなと思いますね。30代で500万、で40代で1000万、で、50代で1500万ですね、1500万。で、60代で2000万円ということですね。まあ、あとはですね、年金ということで、先ほどの最初の話になってくるんですけれども、まあ、年間50万円、30代からですね、年間50万円ずつ貯金をしていくと、まあ、達成できるかなというところですね。はい。で、まあ、平均年収が、大体まあ、400万、350万って言われてますけれども、まあ、350万とした場合ですね。簡単に考えると、まあ、350万円もらって生活費を300万円に抑えられるかっていうところが焦点ですね。それでまあ、50万を貯金していくということですね。はい。で、まあ、それがちょっとできないよっていう方は、年間50万円のですね、プラスアルファの収入、副収入っていうんですかね、こういうものを持つことが必要かなと思います。はい。で、これ、年間50万円の副収入っていうと、月にすると4万円ぐらいですね。4万円ぐらいどっかで稼いでいきましょうよということになってきます。はい。ということでですね、まあ、いきなりですね、年間50万っていうのは、非常に難しいと思うんで、まあ、ちょっとずつですね、まあ、月、まあ、本当に数千円から始まってですね、まあ、1万円になり2万円と。で、それがまあ5万円になって10万円になってくるということになってくると思うんで、まあ、この副業というかですね、副収入のスキルっていうのも、これ必要になってくるのかなっていうのが、まあ、実情かなというところですね。なので、まあ、一気にですね、稼ぐっていうのは、まあ、ほぼ不可能だと思いますので、基礎をですね、作っていくと。なので、先ほどの自己育成っていうのも非常に必要になってくるのかなというところですね。はい。ということでですね、今回は、お金の話の、まあ、第1話というかですね、1回目ですね、貯金についてですね、まあ、貯金っていうのは普通の人はですね、必須ですよというようなお話をさせていただきました。で、今回のですね、この話の、内容をですね、テキストベース文字にしてありますので、もし、欲しいよって方はですね、概要欄にメールアドレスが貼ってありますので、そちらにご連絡いただければ差し上げますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回は以上です。どうもありがとうございました。さよなら。